来るぞ。やるしかないのか。追撃をかける。雑魚が。ひどいよ。ここで立ち。シワ。一気に行くぞ。どうも、走りろよ。遅い。死ね。遅いね。ダメなの。まだ遊ぶの。もっと。いつもこうだといいんだけど。来るぞ。みんな気をつけて。遅い。痛い。痛い。追撃をかける。そこだ。ひどいよ。死ね。死ぬ。一気に行くぞ。どうすると始めろよ。遅いけ。そこだ。死ね。ダメなの。こっちに来て。分かった。まだ遊ぶの。もっと。遅い。行けるか。やめてよ。そこだ。これでやめてよ。雑魚が。ははどけ。ひどいよ。先に行き、みんなで力を合わせれば。ダメなの。終わりか。準備はいい？仕掛けるぞ。そこだ。はっ。追撃をかける。はっ。遅い。雑魚が。一気に行くぞ。どうしようと始めろよ。これで。はっ。そこだ。そこだ。ふにん。終わりか。
世界に残る神はただ一人。カオス、お前だけだ。時はまだ満たされていない。しかし、すべての神は打たれた。光も闇もなく、我ら神は自ら創造した人の可能性を見誤ったようだな。俺たちの覚悟は見せた。次はあんたの番だ。扉を開いてください。扉は私自身、この身こそ世界をつなぐ扉。それってつまり、時が満ち、闇の神をすべて打ったその時は、セラの民が巻ベルダファードを持ち封印を解く。そしてベルダファードであなたを撃つ。それが光の神、最高神レニオンから与えられた森人の使命。俺たちの覚悟は見せたはずだ。あとはあんたに見せてもらおうか。お前たち人とレニオンが交わした取り決めに、なぜ私が従わねばならぬ。どういうことだ。私が何者か、お前たちは忘れたのか。闇夜の王、カオス。世界に闇をもたらす者。私が光の神と争っていたことを忘れたとでも言うのか。一時でもお前たちの中にいたからなどという単純な理由で封印を解いた直後、私が力を取り戻す前に撃たねばならなかったのだ。そう、私が完全に目覚める前に、バイスの時でもよい、シュバルツの時でもよい、グレイの時でもよい、私が完全に蘇る前に、メビウスに力を封じられている間に。やはり闇の神は闇の神か。そうこねばつまらぬというもの。お前たちに罪はない。ただ善も悪もなく、純粋なる闇こそが私であり、闇こそ全てに対し平等に与えられる唯一無二のもの。不完全な世界では生きながらえることかなわぬ不完全な子よ。今度こそ完全な世界を創造しよう。私のこの手で全てが闇に覆われた世界を。カオス様、私はお前たちの力を見誤りはしない。全力を持って葬ろう。覚悟は良いな。覚悟ならすでに決めている。必要だというならばいくらでも示してみせよう。この剣にかけて。ならば私を止めてみよう。神に見捨てられし醜き不完全な子たちよ。来る。とっとと消えな。立て直すぞ。
無理はするな。当然だろ。どうした？失望させるのか。遅い。失望させるの。どうした？失望させるな。どうした？失望させるな。どうした？そこだ。一気に行くぞ。とっとと始めろよ。そこだ。遅い。わかった。させるな。逃がさん。どうした？みんなで力を合わせれば。よっとと始めろ。遅いに死なせるかよ。遅い。どけ。はい。どけ。お願い。これで終わる。神の時代が。あとは何時ら次第、永遠も滅びもその手にあるということを忘れるな。肩慣らしにもなりゃしねえ。次はドイツが相手だ。引き返すわけにはいかない。まだまだ頑張らないとね。手に入れてみせる。その時ももっとお役に立てるように頑張ります。追いついてみせる。修行に終わりはない。私、お姉ちゃんのためにこれはすべてお次。108本のお振り払い、前進してまいります。光の導きなせばなる、なさねばならぬ何事もってな。この程度で。どうした？この感じは。メビウス。なぜ？そんな、あの時倒したはずなのに。
あの程度のことで。何が？いや、悪気はないのだよ。だが、これが笑わずにいられようか。死んだふりをしていたってわけか。鈍い頭でもその程度のことは理解できたか。その通り。あの時私はわざと貴様らに撃たれた。そしてカオスの半身と結びつき、その力と共にカオスの内へと取り込まれた。無論この時を見越してのことだ。カオス様が撃たれると、そう考えていたわけですね。口でどう言おうが、グレイ、貴様を生かした時点でカオスが撃たれようと考えていたことは明白。ならばそれを利用せぬ手はあるまい。作詞のあんたらしいやり方だな。だがこんな言葉があることを知っているか。策士策に溺れるって言葉をね。今度こそあなたを倒します。貴様ら虫けらにできるのか。カオスの力を手に入れ、貴様らなど踏みつぶす価値もない虫けらである。今そのことを、死をもってよ。できるのか。どっちが虫けらか。メビウス、次はな。決着をつけま。邪魔すんじゃねえよ。殲滅する。立て直すぞ。無理はするな。当然だろ。遅い。どうした。貴様ら、引けるな。遅い。引けるか。どけ。どうした。どうした。死ね。はっ。どうした。一気に行くぞ。とっとと始めろよ。消えろ。雑魚が。どけ。消えろ。ここだ。こっちに来て。わかった。どうした。はっ。遅い。
いけるか貴様、うん、力を合わせれば始めろよ。遅いか、ね、ザコが、クソが、お願い。認めぬ、認めぬぞ。この世界は私のものを、必ずや手に入れてみせる。うわ、肩慣らしにもなりゃしねえ。次はドイツが相手だ。引き返すわけにはいかない。頑張らないとね。全てが終わる。その時は手に入れてみせる。私の世界をもっとお役に立てるように頑張ります。いつか必ず生徒は追いついてくる。修行に終わりはない。私、ならばお兄ちゃんのために頑張る。追いつけるぞ。108本の振り払い、これも皆さんのおかげで前進してまいります。光の導く。なせばなる、なさねばならぬ何事もってな。バカな私が貴様ら虫けらごときに、カオスの力を手に入れた私が。気づいていないのか。てめえは最初から自分で用意した底なしの沼にな。なん、カオス様があなたの企みに気づかぬはずないではありません。ま、メビウスよ、お前に預けた半身返してもらうぞ。ふざけるな。私は全ての力を手に入れ絶対神となり、残念だが小細工もこれも二度と蘇ることのできぬように。カオス！これで邪魔者はいなくな。そうだな、これで私の歩みを止められる者はいなくなった。神を止められるのは神のみ。それでもあんたを撃つ。私を撃てぬようであれば世界は弱き者に
情けなどかけぬ。確かになればこそわしは強さを求めた。人は厄介な生き物なのさ。簡単には諦めないってことではね。これまで多くの試練を、不屈の闘志で数々の苦難を人は乗り越えてきた。神の力に頼らずとも、知恵と勇気と、そして力を合わせることでな。おごるつもりはないけれど、私たちはもう神のものじゃない。子はいずれ親の元から離れていくものです。私たちももう神の手より離れ、生きていかなければならないのでしょう。私たちは真実から目をそらさない。偽りで得られるものなんて何一つないから。全ては真実と共にあります。私は全てを受け入れます。心のない人形であったこともですが、今は違います。私はこの世界にありたいのです。ならば真実を知るがよい。そして真実にどれほどの重みがあるのかを知るがよい。そう、魂の重さというものを我を超え、自らの手で扉を開いてみせよ。ああ、こじ開けてみせる。俺たちのこの手で。私は大丈夫。殲滅する。どうした？はっ！どうした？追撃をかける！どけ！どけ！死ね！雑魚が！死ね！どうした？一気に行くぞ！とっとと始めろよ！そこだ！そこだ！雑魚が！死ね！こっちに来て。わかった。当然だろ。我らを包みたまえ。失望させるな。いけるか。どけ。
んなで力を合わせれば。とっとと始めろよ。はっ、いや、そこ遅い、ここ遅げ、ダメだ。先に行き、待っていてくれ。これで終わる。神の時代が、あとは何時ら次第。永遠も滅びもその手にあるということを忘れるな。戦いに終わりはない。次はドイツが相手だ。引き返すわけにはいかない。まだまだ頑張らないとね。全てが終わる、その時まで。手に入れてみせる。もっと私の役に立てるように頑張ります。生徒は追いついて、修行に終わりはない。私、お兄ちゃんのために頑張っているたち。108煩悩を振り払い、これも皆さんのおかげです。前進してまいります。光の導く。なせばなる、なさねばならぬ何事もってな。見事だ我が子たちよ。これで真の世界への扉は開かれよう。だが何時らが背負うのは世界そのもの。覚悟一つで背負えるものではない。今さら綺麗事を言うつもりはない。俺たちがこれから先生きていくために必要なことをしたまでだ。この偽りの世界が滅びることを知っているのに、その事実から目を背けることはできない。真の世界に輝ける未来があるとは限らんぞ。真実と引き換えにすることで得る痛みに、多くの者がその身を引き裂かれるだろう。そのために多くの悲劇が生まれることだろう。それでも真実を望むか。今さら望むも望まないもないだろう。扉は開いた。辛くても苦しくても生きていかなきゃならないなら、そうするしかないだろう。それが嫌なら死ぬしかねえ。てかそんな奴ら死んじまえ。そこまで背負えるかよ。俺たちに命を懸けてくれた者たち、あるいはこれから命を預けてくれる者たち、そのためになら喜んでこの身を捧げよう。私は何時らの目を通じてこの世界の真実を見てきた。世界には善も悪もある。それは光と闇があるのと同じ表裏一体のもの。よりよくあろうとすることは悪を消し去ることではない。闇が光により生まれるように、そこに悪が生まれることを知り受け入れねばならぬ。行くがよい我が子たちよ。光と闇を持つ者たちよ。我が身を通じて今真実の扉は開かれん。カオス、カオス、さあ今こそ一つに。ここは終わったね。全てはこの場所から始まった。全ての終わりが
この場所になるのは当然かもな。そして全てはこの場所から始まるのです。茨の道が待っているのは間違いないだろうな。どんなに苦しくてもその先にしか望むものはなくて手にすることはできない。ならば進むしかないか。残念だけど私たちは一緒には行けないから。あなた方に託します、世界を。皆さんであればきっと素敵な世界にできると信じています。あなたたちは痛みを知っている。その痛みを忘れないで。伝えてください。優しさやぬくもりだけではなく痛みや苦しみもそのすべてを。あなた方の行く先に光があらんこと、闇が安らぎとともにあらんこと。後のことは任せたぜ。ここからはお前さんたち次第だ。しっかりとな。期待してるぞ。あんたにだけは笑われないようにやってみるさ。だから安心して行ってくれ、親父。グレイ、お前に残された時間はわずかだが、やれることは多い。人々のためでもいい、自分のためでもいい。悔いのないように生きてくれ。約束しよう。二人のように悔いなき人生を送ること。さようならは言わないから、その代わりありがとう。いつかこの世界での命が尽きた時にまた会いましょう。ちゃったね。それぞれあるべき場所へ戻った、それだけのことだ。私たちはこれからだろ。そうですね。問題は山積しておりますが、何かを新しく始めるには避けては通れぬことですから。行くか。当然でしょ。そのためにここまで来たんだから。この先何が待ち受けているかは分からん。だがいつの時も新しい発見があるというのは心躍るものだ。魔物はこの場所から現れるようだな。そうですね。神々の世界、神々の世界ではこの世界ですが、本来その力はだが教会上にあるこの世界ならばちょうどよい。何を言う。
わしは戦いの中でしか生きる。無論真の世界にも戦いはあるだろう。だがこの場所こそわしの死に場所。いや違うな。この偽りの世界がなくなるその時まで世界をつなぐ扉の番人となろう。たとえわしが死しても必ずや次に続くものが現れると信じて。そうか。この扉を越えれば二度と戻ることはできます。覚悟は聞くだけ無意味ですね。俺たちが行かないで。ソフィア、この世界にも真の世界にもみんなで協力して助け合って生きていく。ゼロから始める必要はないか。私たちが導くことのできなかった人たちが訪れたその時はお願い。いつかまた会えるその時を。行こう。神々が私たちが残していかなければな。生きて死すべき真の世界へ。約束は果たせたか。あなたのすべてを犠牲にして世界を守ってくれて本当にありがとう。私があなたに与えられるものは何一つないけれど。そんなことはない。私たちには全てが残された。世界が、私たちの子が。そうね、世界はこんなにも美しい。それだけで私は十分だ。世界が終わるその時を、ああ、一緒に行きましょう。Cheers!
終わりましたね。いや、これから始まるんだ。そうですね。だからこそ考えずにはいられません。私が失わせた命のことを。お前はそのことでもう十分苦しんだ。それでも足りないというなら、そのことを償うために生きていけばいい。いつか自分のことを許せる時が来るだろう。命は続いていく。これから先の未来へと、これからは人として生きていくんだ、俺たちのな。時間は限られている。その間にすべきことは多い。考えている暇なんてないだろう。新しい命を育み、未来を紡ぐ。それは生易しいことではない。剣を持ち戦うこととは比べ物にならないほどにな。私にもできるでしょうか、命を。できるさ。
命の重みをした。クレイン、あなたに導いてもらえればいいだろう。共に歩んでいこう。その後はお前が導いてくれ。わかりました。その代わりしっかりと教えてもらいますよ。女性として生きることの喜びをね。彼女たちも今の私のような気持ちだったのでしょうか。惹かれ合い、結びつき、新しい命が誕生する。これ以上の奇跡はありません。この奇跡を与えてくれようとしているあなたに私のすべてを委ねましょう。私たちは解き放たれたのです。魂と肉体を縛りつけていた使命という鎖から。共に生きましょう。命